婚してからはずっとお会いしてなかったんですよね。奥様とはお電話でお話ししてたんですけれども、だからどうしてもやっぱりもう一回お会いしたいと思うから明日。でも思い出たくさんありますでしょう。そうですね、もうたくさんありすぎてなんだか嫌ですね、こんなこと。でも可愛がってくださったそうですね。本当に優しい方で穏やかに話されて、時々照れくさそうにクスクスって笑われるのがすごく印象的でね。で、子供を連れてね、大きな家を建てたから遊びにおいでって言われて、とうとう息子を見てもらえなかったから、それがすごく残念で、奥様も私もね、母親になりましたから、奥様がこれからどれだけ大変かって思うと、すごくやっぱ胸が痛いです。それに増田さん自身、奥様とお子さんを残されてっていうのはね。そうですね、でもきっとずっと見守っていてくれるんじゃないかなって、そう思います。バイオリンの糸みたいな人っていうか、こう張り詰めていて音を出して、それがとってもいい音だったり深みのあるものだったり、時にはすごく優しかったり切なかったりみたいな、そんな人だから。この1年はがんと戦いながら映画を撮ってらっしゃる、お仕事をしてらしたということなんですが、ジョン君はご存じなかったわけですよね。花の乱の頃に2度ぐらいですか、はい、撮影が急遽明日できないと、はい、ちょっと優作さんの具合が良くないからということで、はい、で、まあ、1日置いて撮影ということがありまして、はい、大丈夫優作さんという話した時に、僕ね、痛風持ちなんだよっていうようなね、言い方をなせてらしたんですよ。で、そうしてお互いに体気をつけなくちゃねなんて言って、で、それでその後に私がちょっと撮影中に首が動かなくなったりなんかしまして、で、まあ、2、3日我慢してたんですけども、我慢のできないような痛さになってて、朝撮影場行ったらパッと顔見るなり、キム顔どうした、なんか引きつってるぞって、痛いんじゃないのかどうかって、もうすかさずパッと噛めた瞬間にも分かるっていうか、それだけ相手を見つめてるっていうか、思いやりもあるし、で、本当に自分にも厳しい方で、だから、ショックで何も言葉が出なくて。松田優作さんのご遺体は昨日午後3時5分、一番愛した家族と共に暮らしたご自宅を後に、通夜告別式が行われる東京三鷹市の善林寺へ向かいました。
れました。皆さん本当にショックの表情を隠しきれない様子での弔問でした。そういった中、奥様のみゆきさんは本当に一人一人に非常に対応していらっしゃいました。そんな姿が弔問客の新たな涙を誘っておりました。どんな思い出が一番今思い出されますか？とても優しい。ゆっくり天国で休んでください。なんかどっか偶然に街で会ったのが最後で、何年くらいでしょう、3年くらい前ですか。新田優作さんの印象どういった方ですか？そうですね、私なんかもう本当にもうよく面倒見ていただいて優しくしていただきましたし、なんかまだなんかわかんない。1年前には、すぐ手術ということになったわけですか？いや、手術ってのはその時点でもう手術やるんだったらば膀胱を全部取って尿をよそから出すような方法を講じなきゃダメなわけですね。ところがもう膀胱のその CT だとかそういうものを検査しまして、がんが相当にもう進行してるって大きくなってるわけ。その時にもう松田さんにはそのこういう病気だってことは大体お話したんしてあるんです。膀胱のがんだということをお話してあるんです。私をなさった、はい、なさってるわけ。はい、私には苦しいとか辛いだとか痛いってことは絶対おっしゃいませんでしたっていうのは、ですから私非常に強い方だと思う。人が今あの方がおっしゃってみたいに、人が聞いて辛いなっていうようなことを私に対してもおっしゃらなかったんです。自分の病気に関してあまり奥さんに、奥さんが悲しむようなことは言わないでくれと、病気は俺一人で治すんだからと。ですから家族にはあまりそういうふうな重たい病気でこうなっちゃうということは言わないでくれということはもうくれぐれも言われてましたもんですから、あんまりはっきりとは申し上げなかったんです。意識の方はいつまではっきりなさってたわけですか？亡くなる1時間前までははっきりなさってしました。その1時間前というのはどんなことをおっしゃったんでしょうか？まだまだこの病気は治って、自分で治して、これから今度はまた違う方面の、その1ヶ月間入院してらっしゃる間に私よくお話し合ったんですけども、また違う方面でもって今までとは違う人生を歩んでいきたいとおっしゃってました。松田さんというのはこれ皆さんよくご存知だと思うんですけども、非常に強い方なんですね。心がすごく強い方でもって、自分が、人間が生きていくためには、もし生きていくならばもっとこう人が喜んでくれること、でも、もっと人が幸せになってくれること、それをもっともっとやっていきたいと、宇宙はものすごく広いんだからっていうことをよく私におっしゃってました。太く短く生きられた人生、どういうふうに社長はお感じになりますか？いや、もう本当にね、正直言いまして残念ですよ。まあやっぱりね、今死なれるということはね、やっぱり今まで彼がやってきたことのね、もうある意味ではちょうど出発、もう一回新しい出発の時点だと、まあ僕は思ってるわけですね。だからそういう意味で本当にもう金も無念だったと思いますけど、やっぱり一緒にずっとやってきたものとしてもね、本当に残念ですね。社長さんからご覧になって、はい、たくさんの作品にもお出になってますけれども、はい、今一番どの作品のどんな表情が思い浮かんされますか？いや、それはね、今日まあ、実はテレビで朝ちょっといろんな作品も見させていただいたんですけどね、やはりどのシーン、どの場面ということでなくね、やっぱり僕にとっては全部がね、やっぱり本当に素晴らしい役者だったなというふうに思います。
39の、はい、映画人生閉じられたわけですが、はい、室長さんはどんな言葉で送られるんでしょう。いやもうそれはね、言葉がないですよ、正直言いましてね。もう何を語ってもね、もう虚しいわけですから、本当にね、僕はもう悔しいですね。もう悔しい一言です。夏にもあったし、とっても必要なような人じゃないと思ってた。どうなってるんでしょうね。本当に優しかったですね、一緒にいたくなる男だったから。いつも一緒にいたくなるような男でした。辛いですね、残ったのは。思い出に残っていらっしゃることってございますか、今一番思い出すこと。空き時間にサウナ行くのが好きな方でね、で一緒に何回かサウナ行ったの覚えてます。とても体に気遣ってらしたんですけどね。同じ映画人として松田さんを送るに一番ふさわしい言葉はどういう言葉でしょうか。素晴らしい千秋楽を自分で作って幕を閉じたんじゃないかなと思うけど、ね、私が14歳の時にうちの近所に住んでらして、で初めてお会いして、それからは兄貴って呼んで、ずっと本当に悩みがあったりした時はいろいろ話を聞いてくれて、独特の話し方はぶっきらぼうなんだけれども、すごく優しさがこもっていてね。だから本当にこの 3,4 年全然お会いしてなくて、突然昨日テレビ局の方から夜中の2時ぐらいにお電話いただいて、主人が受けて、もう冗談としか思えなかったです。とにかく子供たちと奥様を見守ってあげたいって、暇があったら私のことも時々見てください。期待です。もう皆さん、多くの方がこちら善隣寺の例祭斎場の方にいらっしゃいました。本当に先ほども言いましたが、家の優しい笑顔の写真、実は1年前に雑誌の取材で撮影されたものなんだそうですが、増田さん自身も大変気に入っていて、たくさんの写真の中から奥様のみゆきさんがこの写真をと選ばれたそうなんですね。そして3人の小さなお子さんを残されました。そのお子さんたち、全然理解のできない年齢ですよね。ですから大変無邪気に振る舞ってらっしゃるんですね。でその姿を見ていて、何も言葉が出ないんです、本当にその無邪気な子供の姿、成長の姿を増田さんも見たかったんじゃないのかなというふうに思います。